フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏、しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって、Hello, welcome back to another episode of Dragon Ball Z Kakarot here today. Krillin-san, 気づいてますか? So we're now going to be continue on from our last video where Goku took on Frieza. And for those of you who haven't watched it, I will put a link down below. And that now has wrapped up that series. Frieza ともう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ。そりゃな。So for those of you who haven't, don't know much about my channel will be now featuring more about Final Fantasy and obviously anime video games such as Dragon Ball Z, Naruto, and One Piece going forward. So for those of you, if you haven't, please subscribe to my channel. I am still trying to get as many subscribers as I can for this channel and build a bit of a community with you guys and get to know you guys a bit more. Tell me more about your feedback and don't hesitate to leave a comment.So just to kick things off, we're now entering into the Mecha Frieza and King Cole arc series, and followed by the Android as well, for those of you who don't know. So without further ado, let's get going. I won't be talking any during of the cutscenes as well. 気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか。ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、マヌケめ。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。地に降りた。間違いない。フリーザだ。生きていた。やっぱりフリーザの他にもう一人嫌がる。いいか貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。I love Vegeta's new pink shirt that he's now wearing.お前たち、あんな強い気を持つ奴と戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよパパ。
だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。Mysterious youth here. フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ！Oh wow, look how powerful he is. ほほう、なかなかやるじゃないか。はじめから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空。なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ。貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい、僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言った、お前の誤算とは、スーパーサイヤ人は、孫悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。はぁ！ Whoa, another Super Saiyan. くたばれ！くたばるのは。Alright, this is a pretty even fight, looks like. はぁ！逃げた！逃げろ！逃げろ！そんな姿にまでなり果てて、よくお目に来られたもんだ。わざわざ殺されるために。Oh wow。Burning attack! Oh, jeez. Come on, Trunk. Come on. どうした？力を出し惜しんでる場合じゃないぞ。それで終わりか。Nice. なぜだ？フリーザー！Freeze is going in a flash.
焼きが二つとも消えた。一体何が起こってんだ。行ってみるしかあるまい。Oh wow, so that mysterious youth absolutely slaughtered Frieza there. Alright, so everyone's here. Let's get going. Okay. Who is this mysterious youth here? あの人ですよね。気を抜くなよ。何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから僕についてきてください。どうする。僕はあの人について行ってみます。行ってやるか。奴の正体を暴いてやる。How does this youth know about Goku? Okay. So before we talk to Trunks, let's just quickly talk to everyone. 誰は知れないけど、悪いやつじゃなさそうだな。僕もそう思います。That's mysterious youth now. どうしてお父さんのこと知ってるんですか？実は、僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。そうなんですか？ねえ、なんで孫くんが戻ってくる時間が分かってるわけ？それは、すみません、言えないんです。フリーザを倒したとき、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。あれって、どうやって？すみません。なぜなれるのかは言えません。名前は？それもちょっと。それも言えないの？それじゃあ年は？年は17です。年齢は言えるんだ。すみません。年齢以外はちょっと言えないんです。ふーん。まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。お、here is a wrong.Goku's back! Goku! Otou-san! どうやってオラのことが分かったんだ？この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ？この子知らないって、全然？ああ、全然知らない。それにしても、フリーザたち倒したのは誰だ？すんげえ気だったな。フリーザたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になって、あっという間にな。
スーパーサイヤ人に？孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと？そりゃいいけど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな、みんなちょっと待っててくれ。Alright, so we've got a new ability, which is Goku's Super Saiyan Transformation is now available to us to use now. とにかくあいつんとこ行かねえとな。さて、話聞かせてもらおうかな。あいつもスーパーサイヤ人になれるって言ってたな。何者だあいつ。孫さんは自分の意志でスーパーサイヤ人になることができますか？おう、最初はダメだったが、今コントロールできるようになった。今ここでなっていただけませんか？お願いします。わかった。おう、ナイス。これでいいのか？で、どうするんだ？じゃあ、僕もスーパーサイヤ人に。おお！ Two Super Saiyans。僕と戦ってください。Wow. 本気でいきます。わかった。Oh, there's an actual battle. Nice.本当にオラとそっくりだな。僕も驚いています。すごい。僕もフリーザーを圧倒できたのですが。おめえが本気じゃねえかさ。さすがです、悟空さん。おめえもやるじゃねえか。これならフリーザを倒せるわけだ。本当はあなたがフリーザを倒すはずだったんです。はずだったってのはどういうことだ。あなたが地球にもっと早く帰ってきていれば。ですが、無理だったようですね。そうでもねえさ。瞬間移動ってやつを教えてもらったからな。僕は無意味に歴史を変えてしまったかもしれない。さすがです。噂は本当でした。いや、それ以上です。That was a pretty fun battle there between Goku and Trunks. あなたには全てをお話しします。これからお話しすることは全てあなたの心の中にしまっておいてください。わかった。安心して喋ってくれ。ほら、口の家庭法だ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？ 20 年後の？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。 Okay, so now we get to find out the mysterious youth is actually his name is Trunks and he is Vegeta's son. So we can see a bit of resemblance in the eyes here. ベジータも？似てる。そういや、似てるな。今から2年半後に僕は生まれるんです。でも、そんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい。ああ。今のこの時代から3年後、
5月12日午前10時ごろ、南の都の南西9キロ地点にある島に、凄まじいパワーを持った恐ろしい二人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクター・ゲロ。レッドリボン軍？そうです。軍そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、オラがガキの頃にな。あん時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクター・ゲロは生き残り、研究を続けていたんです。何のためだ？例によって世界征服が目的か？よくはわかりませんが、少なくともドクター・ゲロの狙いはそうだったと思います。しかし、究極の殺人マシンとして作られた二人の人造人間は、生みの親のドクター・ゲロを殺してしまった。つまり、ただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は二人。一対一でも、僕は逃げるのがやっとでした。待てよ。おめの味方。いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いで、あそこにいる父も、クリリンさんも、ピッコロさんも、他の皆さんも、殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたゴハンさんも、僕に戦いを教えてくれた後、4年前に。あなたも知っておられるように、ピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ、楽しみながら、命を奪っていく人造人間のせいで、未来の世界は地獄のように。強すぎる。強すぎるんですよ、奴らは。待てよ、オラもやられちまったんか？あなたは、戦ってない。今から間もなく、ウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。Okay, so now we found out the reason that Goku can't join is because of a heart virus, see? So... え？めったな。先祖も病気には効かんねんか。くそー。死んじまんか。悔しいな。叩けてよ、そいつらと。戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんどよ。すげえ強え奴らなんだろ？やってみてよな。なるほど。あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたら、これを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬で、あなたは死なずに済みます。本当か？やった！サンキュー！本当は、こういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですが、母さんも、あなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか？はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつで、そんなことできんのは。まさか、その
母ちゃんって。はい、あそこにいる。どしゃー、ブルマが。今のが一番驚いた。あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに、よりによってあのベジータと。わかんねえなあ。あの、このことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。ああ、わかった。では僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えか。タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。3年後に生きろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ。 Alright, so we got Trunks now as part of the community emblem board. Thank you, Trunks. Okay, we were very successful to get the S rank on both fights as well. さて困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい、悟空。あいつ飛んでったみたいだけど。どこに行っちまったんだ。自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ。あ、いや、おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。貴様が話しにくいのなら、俺から言ってやる。おめえ聞こえ。俺の聴覚は、貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃ、たまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、すべてを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間。歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし、奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でも、あいつは信じていいと思う。カカロット。教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。I think that's what everyone wants to know. そうだ。俺たちずっと心配してたんだぞ。ああ、オラもあの時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よく玉っころみてえな宇宙船見つけてよ。そうか。義乳特戦隊、奴らの乗ってきた船だ。
そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星についちまって。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。あ、仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習っていやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技は一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。So Goku looks like a learned instant transmission. 瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とかいけねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた、今やもう何でもありね。よし。では、みんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ？ 3 年後の5月12日、午前10時ごろ、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前、午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット。スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは、俺だってことを忘れるな。あ、じゃあ3年後のその場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし、俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう。望むところだ。Alright, now we got Piccolo as well with us. ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃ、みんな3年後にまた会おうな。おう。ねえ、お父さん。一度家に帰るでしょ。お母さんが待ってる方だな。父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピクロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。Alright guys, so I think this is where we're going to be leaving it off for today. A little bit longer than I anticipated, but I hope you guys enjoyed the video. There's a lot of content involved, so I couldn't really put my talking involved and chatting with you guys. But feel free to leave a comment down below if you're enjoying the content. Any question you have, please put a comment here. I will reply to you as soon as possible. But otherwise, smash that like button and do subscribe to my channel. And we'll see you hopefully in our next video. Bye for now.